What's going on, everyone on YouTube? This is Very Melon Man, and welcome back to my Let's Play of Like a Dragon Kiwami Ishin, or I guess Ishin Kiwami, whatever. So we're rocking a kabuki attire now, after the last episode, and our, frankly, a couple of near misses at the 100 battle mode in the arena, but ultimately it's not really important. Just ignore that. I'm gonna stick with the Weeping Sakura. But basically, yeah, what we're gonna be doing from now on is just main story stuff, as we're in chapter 7 and we spent a little bit too much time on side content. So let's just get right to it, shall we? Alright, here we go. I might have to show this guy the opposite side of my wind sword. Okay, so it's Adachi. Okay, wow, they really could not find a way to put Ichiban in the game, huh? So did they? 頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍。坂本龍は今長崎に向かってるらしくてな。 坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど 大収穫だ。いやあ、あんたいい仕事したぜ、斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。
薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。Oh, he had me figured out, despite my awesome disguise. 1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後、天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ、長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は My arms for the British. Oh my. This is starting to sound like the plot of Nio. 話の意味が分かりかねます。そうかい、こっちから先に払わってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。Well, no wonder you're a dachi. You're cool. Please don't take this the wrong way. It's not that you don't look, Jeff. 俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえ。No problem. ただ、俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画。日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。You want to turn Kyoto into Japan? Okay, yeah. だがこれは至って真面目な計画だ。これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのは、金の獅子が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃ、いずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる？異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかも。江戸に遷都すればそうはならねえのか。ただしその前に、今日を焼き、御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。なんだと？じゃああんたは、池田屋事件の時の連中と同じことを。I'm sorry, Ryoma, but the truth is, there's no such thing as a bloodless revolution. Change comes with sacrifice.帝が朝廷にも幕府にも属さない。政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在。そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだ。それが今日の街を焼き払うことなのか。そうよ、今日の街は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。なら一層どっちかをなくしゃすっきりする。あんた、自分が何を言ってるのか分かっているのか。もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。はい、話、日本って国の中枢をひとところに集めるんだよ。
それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。さあや、俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにな。もっとも、まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部。 Yeah, no. There's no way we can literally tell every single person. Not everyone's up for revolutionizing to this degree. 俺はあんたの腕を買ってるって言ったろ。それにお前さんとならよ、取引できると思ってな。俺との取引、何のことだ。吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつを。 Oh, you sly fox. 父さんを脱藩してまで追ってるんだろ。悪い話じゃねえはずだ。やはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺も知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃ、まず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか。馬鹿げた計画。あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか。倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは。Yeah, it's like I said, there's no such thing as a bloodless revolution. お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ、女子供を巻き込むような真似はしない。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、おめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろう、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の塔の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。
やはりお前があの時の生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、一年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍。Yeah, there's no way he's actually the dude. It's too simple. Oh boy. Let's change that. I didn't mean for you to see that. Make things away a little bit too fast whatsoever.Well, that's actually kind of a boring way to fight. Okay. Really? Oh my god. Really?Two!
Wow, that's a really... Are you just doing this shoulder? Yeah, there we go. Everyone's got trooper car abilities. But I have the power of healing items.現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度、あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやっさんを切ったあの覆面の男は、あんたよりも強かった。まったく傷つくね。 覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。は？ わからねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは 最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。
文句はあるが勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。What was the point of this fight then? あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？いやー、強えなあいつは。Oh, Mine was watching the whole time? Oh, no, not Mine. Okay. Isami-san, いいのか？このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。だが、あいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。All right.